ゲームオーバーだけは阻止したいので頑張ります。できることは全部やる。はい、精神者の暴力符がまず切れました。あとはあいつは裸です。念のね、何でしたっけ、天が切れましたね。これ念がない状態で戦うのは相当危険ですよ。念能力者同士の対決において念なしで戦うなんて相当危険な行為です。ここで本当なら白卓の魔法使いたかったんですけども、やめてよ。やってもうたーと。苦しすぎ苦しすぎ。あーやっばー、運の月か。残った、キリンだけ残った。逃げて逃げて、はあ、あかんあかんあかん。レイプやレイプや。あー全滅、完全滅。はい、まあしゃあない、しゃあない。白の相馬買いに行きましょう。はい、まだら一人で行けるかな。行くしかないんですよ。この辺の困難も絶対失いたくないんで、装備を失いたくないんですよ。うわめんどくさ、生き返らさないと売れないパターンのやつか。さあどこまで帰らないといけないのかな。白の相馬は、あそこに売ってたの覚えてるんですよ。海流のとこ。あ、船あるから大丈夫か。いや、これ、やばいパターンやな、これ。いけないんですよね、確かね。くっそめんどくせえ。いや何がめんどくさいって、これ多分いけないんですよ。こっち本当はこっち回り込めたら完璧なんですけど、一回試しましたもんね確か。ここでいけないんですよ。あーもうこれね、これ何かと申しますと、この城を抜けないとダメなんです。この棺桶をツル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 引き連れた状態で、そこそこ強い雑魚と戦い続けて抜けていかないとダメなんです。地獄ですね、はっきり言って。
まあ、そのために水色のソーマ勝ったんですけど、全然攻撃当たらへんやんけ。あれ違う、もう間違いはダメダメ。聖剣草薙も正直そんなに強くないな。もっとこう無双の力を得てくれるのかと思ったらそうでもないですね。待ってろよ、生き返らせてるから待ってろよお前ら。ちょっとあの弥勒影王戦は歴史に残る総力戦でしたね。ほんとつらかった。アイテムをほとんど使い果たしたし、もうこんなんが一人で戦って雑魚と思えるかのような、まあ雑魚なんですけど一人ですからね、言ってもそれで合力譜なしですからね。それでも余裕だと思えるぐらい、それぐらい強かったですね。ぼちぼち危ない。ここさえ抜ければ正直相当一気に弱くなると思いますので、とりあえず頑張って抜けましょう。いけそうですね、これはいけそうです。頑張れ頑張れ。まあ、どちらにせよ白の相馬補給しにきっと帰ってきてましたね。うわーマジか、にくいことやってくれやん。体力めっちゃ体力減る。ちょっと待って、誰か黄色の層も持ってた？持ってない、やべえ。とことんいじめてきますね。死んでたまるか。状態かね、1800、1500切ったら回復で。毒はそんなに食らわなかったと思うんですよね。ほら戦闘中の方がどんどん食らう。戦闘中は一歩歩いたら50ぐらい減ってますね。これ倒してから回復しよう。嘘、目が見えなくなった。ちょっと逃げて、目が見えない状態でどうやって逃げるんやろ。お、逃げとる逃げとる、行ってる行ってる、逃げて逃げて逃げて、ゴー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 。逃げて逃げて、ゴー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 、逃げて逃げて逃げ切れ。よー、うわーラストか。ちょっと待って、多分これなんですよ。これが
スやったと思います。光が戻った。目が見えない、最悪やな。っていうかもう何もかも最悪やな、これ。逃げろ逃げろ逃げろ、逃げて逃げて、めっちゃ食らってる。毒が回ってるよ。もう近いです、多分相当近い。うわ、逃げて、左左、そう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 、耐えろ。よーっしゃ、あかん、食らってるよ。ちょっとちょっと、一旦止まる一旦止まる。もう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 死にかけじゃないですか。よし、これで道具屋さん、道具屋さん、道具屋さん、あれ、ここの道具屋さんに白の層もあった記憶が、あれ違ったっけ、あれ違いましたっけね。そっちかな。あんま動きたくないんですけど、よいしょ、よしよしよし、ここかな。何でも売ってるみたいな。いや、宿屋はちょっと、お願い、ないね。ソーマがないやん。ソーマが、あれ。ちょっと待ってくださいよ、これ。まあいいか、船があるから探しには行けますよ、まあ、そのつもりだったんですけどね、もしない場合はと思って。とりあえず南の一つ村ありましたよね、あそこ行こう。ちょい右やったかな、これぐらいのとこに村ありましたよね。あれ、ありましたよね。うん、これ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 、あった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 、白の相馬お願いしますね、白の相馬をお願いします。あれ？どこ？ないのか？青の相馬、赤の相馬。いやもう、まだら一人なんで、赤の相馬を、とにかく。買い込んで。いや、どっかに白の相馬絶対あったんですって。まさか、この下の村かな？行くか。これもすごいですよ、この棺桶。精神修行やんけ、こんなもん。逃げろ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 。基本はもう逃げていきます。浄化符がないんで、一人やと逃げやすいですね、本当に。浄化符がないから、あの状態上を食らっちゃうんですよね。逃げろ逃げろ逃げろ、もう早う左行ったらええやん。下手くそやな、逃げ方も。自分で操作したい。命令させろっていう作戦ないんですかね。自分で操作したい。圧巻、めっちゃ食らってるで、自分。戦うか。戦え、戦え。やったれ、こんなもん。
ちゃ強い。おっちゃん、やったれ。この野郎、強ー。違う違う違う、赤赤赤赤。ひどいわ。うわー、諦めましょう。無理やったんや、最初から。白の相馬がないんやって。いや、でも治療もしてもらえないんですよね。どうしたらいいのよ。あ、治療終わった。全く治療してもらうか。これしかない。これで、でも白の相馬はどっか買いに行きたいと思ってます。季節が変わるのを船で。よし、最初からこうしときゃよかったかな。もうケチいらんことして、もう地獄見ましたね、本当に。おかえり。はあ、よかった。よかったよかった、本当によかった。はい、よし。さあ、ちょっと持ち物、ほらゴミ装備なっとるわ。ゴミ装備なっとるね。預かっておけばよかった。ああ、もう失敗した。預かっておけばよかったんですね。他の仲間に渡しといたらよかったんや。もうそんなことも頭回ってないっすわ。アホすぎ、ワロタやなこれ。まあいいか。いいですいいです。城の相馬を探しに行く旅に出ます。で、ついでに装備も買いましょう。どう考えてもラスボス多分倒せないんで、白の相馬なしではね。なしでは倒せないのはほぼ確定なんで。水色の相馬いっぱい買って、あ、うるいらないものは全部売って、で白の相馬を探しに行く旅に出ます。あー疲れた、もうなんかどっと疲れた。でもあそこの海流の村に僕あると、白の相馬があると思い込んでたんで、あったような記憶があったんですけどね。やっぱりそうなると、先ほど最後に行こうとしてた
とこかなっていう気もします。あのあっち渡って下降りてもうちょっとでたどり着けたんですけどね、逃げた方が良かったのかな。さっき結果は誰にも分かりませんな。なんで逃げとんねんこれ。まあいいや、こうして全員戻ってきましたからね。白卓だけは身ぐるみ剥がされましたけど、レベル足りてないなんてことないっすよね。なんでこんな苦しいんやろ。雑魚戦でもめっちゃきつくなってきたんですけど、さっきなんてちょっと格下のやつにやられちゃってますからね。一人とはいえ800、900とかそういうダメージ食らってるしな。最高クラスの装備してるはずやのにね。だって HP が3000ぐらいしかなくて、雑魚に言ったら1000とか食らってるわけですから、ちょっとまずいですよね。食らいすぎというか、しかもその会心の一撃レベルではないのに。まずいわな。4人の心強さやの、本当に4人、まだら1人で心細かった。剛力譜の温かみがもう身に染みましたね。生き残ったのが精神者だったら多分余裕でいけてました。まあそれは言うまい手なんですけど、まだらだったんで死んだ。まだらだけ生き返してもらっても困るんですよ。白卓とか精神じゃ生き返してもらわないと。もちろんキリンだけとかなら最悪、絶対無理ですし。戦闘中にしか使えないクソ回復魔法があるだけなんで、何の役にも立たない。一回死んで、例えばリンネフとか、城の層まで回復すると、浄化符が切れてることを忘れるんですよね。浄化符も、まあもちろん剛力符も全部一旦リセットされてますから、まあ剛力符は当たり前ですけどないですけど、浄化符とか、
そこら辺の浮揚効果が全部リセットされちゃってるんで、気をつけないと畳みかけるように食らいましたね。さっきも暗闇や毒やもうあらゆる苦難を一手に背負いましたね。これが記念すべきこの動画がパート30になりますね。なので約15時間プレイしております。攻略サイトを見てないのでかなり無駄な動きしてますよ、きっと。見たらええやんって話なんですけど、見たらよかったと本当に後悔してます、今となっては。見てスムーズにやればよかったと。まあただそれはそれ。悔しいから町までは行きますよ。超悔しいから。そこに白の相馬が売ってるか売ってないかはもうどうでもいいです。まとなってはこの辺りにまだらの死体が転がってるはずです。こいつやこいつや、やられたんですよこいつに。強いなー、本当に雑魚のくせに。雑魚のくせに本当強いですね。いやまあ本当強いですわ。一人で倒そうなんてやっぱ甘かったんですよ。ピッコロ大魔王、切れたもん。ほら、白濁なんか今なんか布の服的なもの着てますからね。フクロウみたいな見た目ですけど、見た目はあれでも布の服一応着てるんですよ。出たゴースト久々。です、ゴースト。さあもう見えてくるでしょう。ここここここやったんじゃないかな、白の相馬。かわしてほしいな、打ってほしいな。よいし、お願いします、会ってください。なんかお店なんてあんまり情けな感じがします。ないー、違ったか、違ったか。はい、ということでこの辺でちょっと一回切りましょうか。ちょうど切りなんで、ちょっともうすぐ白の相馬を探しに行きます。もうそれは何としても絶対手に入れるんで。はい、ということで続き次の動画お願いします。